お願いします。あ、お願いします。はい。えー、っと、ちょっと先にお詫びをさせていただきたいんですが、これ、実は、先週もゲストの人と録音したんですよ。はい。うん。で、いつも通り録音したんですけど、はい。僕の操作で誤って、その、今って僕の声とそのゲストの人の声が別々でこう録音されてるんですけど、その、ちょっと編集するんですよ。例えば、 録音開始する前の雑音消したりとか、はい。ま、最後の部分ちょっとこう、はしょったりとか、ああ、はい。あとなんか中でこう、切りたいやつをこう、切るときに、こう、トラックを選択して、デリートボタンとかを押すと、こう、その、カットした部分がこう、消えるんですけど、はい。それで間違って、トラック全部消しちゃったんですよ。え <laughs> で、まあ普通に、コマンド Z とかでアンドゥーすれば、もちろん戻ってくるんですけど、はいはい、いつものこう、作業の癖で、 デリートを押してトラック消してすぐ保存しちゃったんですよ。ああ、あのコントロール S 的ななんかすぐすはい。で、まあそれをやってしまった時に知らなかったのが、はい。編集をガレージバンドっていう Apple のソフトウェアでやってるんですけど、あはい。それが保存してしまうと、アンドゥーが全部消えちゃうんですよ。ああ。 なので、一度削除してし保存してしまって、結構復活させる術がなくて。はい。はい、それでゲストの人の声だけ全部ぶっ飛んでしまい。<laughs> あ、吉中さんの声だけ残ってるみたいな。<laughs> <ら>ちょっとなんか成り立たないですね。ちょっとそれで公開しようか悩んだんですけど、聞いてみると、なんかこう、誰かと話しているんだけど、<laughs> 相手の声がないから、すごいなんか、 一人言ではない、なんかすごい上手な一人言みたいな。<laughs> ああ、なんか会話、片方だけなんかでずっとしてるみたいな感じですよね。<laughs> になっちゃったんで、一応<ー>前回のやつは幻になってしまいましたと。で、言いたいのは <laughs>、ちょっとそのガレージバンドの仕様として、コントロール、コマンド S で保存すると、アンドゥーできないっていう集合を直してほしい。<laughs> 普通の、例えばエディター、はい、テキストエディターとかって、保存してもアンドゥーはできますよね、はい、いや、でもなんとなく、セーブシャートにできないっていうのはなんかわかる気もしたんですけどね。あ、そうですか。テキストエディターは、確かに戻るのもありますね。<laughs> なんかあの、セッションアプリを開いて、はい。 僕の場合だと、その EMAX とかなんですけど、EMAX とかは普通に保存しても、確か環境変数かなんかの設定で Undo のその回数とかを、あのー、変更できるんですけど、はい、基本的にはコマン、Ctrl-XS で保存した後でも、ほぼ戻れる。はい、保存した後は戻れるんですよ。はい、普通そうじゃないと思って。ああ。どうなんですかね例えば、 音とかなんかそういうメディア系だとやっぱり容量がでかいから、なんかそういうのをメモリ的なところで解放したいみたいなし、えー、っと、ま、作りになってるんですかね。<laughs> わかんないですけど。ま、履歴管理になるから、要するに状態を保存することになるから、何百メガっていうファイルを、例えば10世代ぐらいアンドゥーでバージョン管理しちゃうと、ファイル自体大きくなっちゃうから、 はい。コマンド S で保存したら消すと。はい。なるほど。<laughs> <laughs> まあでも、要望としてあげた方がいいんじゃないですか。ちょっと要望あげるかわかんないですけど。いやなんか調べると、アップルのフォーラムとかでやっぱあって、トラックを間違って消しちゃったんですよ。<ー>どうすればいいですかっていう人がいて、で調べると、はい、えっと、二通り手段があって、一つは、はい、えっと、アップルのタイムマシーンっていう、その、まあ、バックアップサービスみたいな。 ディスクをまるまる別のハードディスクに保存しておいて、はい、まあ戻すっていう、まあ、よく Windows とかでいうだディスク復元機能みたいなのあるじゃないですかあ,ありますねあれと一緒で、えー、ローカルじゃない別のストレージに、えー、世代管理してそれで戻してくださいとだいたい1日ぐらい前だったら戻れるんで、まあ、それで1日前に戻れば元のファイルが復元されるはずっていうのと、うん 僕の場合タイムマシンを使ってないんで、えー、ディスクの復元ツール、よくあるじゃないですか。はい、なんか、スキャン開始して、はい、なんか昔のファイルをこう、ハードディスクからなんか取ってきて復元するみたいな。あ,ねはい、ああいうソフトウェアを使ってくださいっていう二通りがあって、はい、で僕の場合タイムマシン使ってなかったんで、一応そのディスク復元ツールみたいなの使ったんですけど、 戻せななななかかったたんでもう多分完全削除みたいな感じなのかなとうんだから、ディスクのどこにもない状態。あなんかもう、だから、元々音源があったとこは、なんかもうゼロ埋めとかでバーっとされちゃって。そうです。だから、上書き保存とかだと多分、難しい気がしますね、なんとなく。新規保存で別ファイルに保存していると、まだ望みはあるかもしれないですけど。 あれ普通我がガキですもんね。<laughs> 普通にどう考えても。そうなんですよ。うん、じゃあ幻の、本当は27回目だったんですけど、今回じゃあ EP26 っていう風になる感じなんですかね。はい、そうです。なるほど、はい。ちなみに前回一応、あ、ちなみにそのゲストの人には、さっきあの、謝ってきたんで。<laughs> <laughs> で、前回は一応、えっ、ー、と、Apple のスペシャルイベントの話あの、ブンとか、iPhone 11とか、はいえー、11 Pro Max とか、まあ、あの辺のデバイスの話とか、えー、っと、なんか趣味の話とかもしたかな。へえ<ー>うん。まあ、せっかく、個人的には、かなり楽しみにしてた回の話だった。<laughs> 非常に残念だったんですけどね。 いや、だからまあ。アップの話して、なんかアップにこうされるみたいな感じ。<laughs> 悲しいですね。そうなんですよ。ええー。あ最悪さ、さっき言った僕の一人語りのやつを。<laughs> それもいいんじゃないですかね、逆に。うん。どうなん、まあ、きうん。どうなんだろうね。まあ、試食でも、ありすけどね。やったのは、出してもいいんじゃないかなって思いますけどね。わかんないですけど。確かに。っていう感じでした、前回。はい。はい お詫びです、まずは。僕の先に行っちゃっていいですか二つあるんで。あ、どうぞどうぞ。いいはい。あとは、これは、ハすルマくんにもプレゼントなんですけど。スえステッカーができましたんで。ぜひ。あれ。ステッカーっていうのはあってください。何のステッカーなんですかね。はははは。 <laughs> これ、吉中さんの、はい、吉中さんの,あのブログとかに出てるあの画像の、あれ、これツイッターアイコンではないですよね。ツイッターもそれです。いや、たか基本的にもう全部それですね。あ、これですか。はい、SNS 関連とか、えー、GitHub とか、ツイッターとか、なんだ、それはことかこれ。これ配布してなんか、<laughs> 面白いですね。あまあ、宣伝ではなりますよね。間違いなく。うん、あの、こう貼ってあったら。<laughs> なかなかこれ面白いですけど。ええー。ちゃんと、あれですね、あの、丸シーっていうか、作権っていうかなんか書いてありますよね。<laughs> いや、それ入れた理由は、あの、本当に顔だけだと、マジで謎のシールにしかな,ないん。そうですよね。<laughs> 一応そこに URL 書いておけば、うん。まあ、アクセスしたりしてくれて、ああ、 っていう感じになるかなと思って。逆になんか、あれじゃないですか、なんか、勉強会とかってやっぱ、あのー、文字が見えないと思うんで、うん、結構でかく、あのー、もうサイト名を載せてしまうっていうバージョンもあってもいいんじゃないですかね。うん、こうちょっと長めのなんか。そう、文字版、文字だけとかね。文字だけ URL だけのあ、それは結構フォント勝負ですね、なんか、ロゴ的なやつの。作ろうと思ったんですけど、いや、はい、そこまではいいかなと思って。ああ<ー>。<laughs> なるほど、うん。ちなみに届いて、えー、先週届いたんですけど、はい、えー。僕もまだ貼ってません。<laughs> え、これち配布されたのって今回初ですかあ、今日、うん、持ってきて、あの、出てくれてるゲストの人に、会った人はちょっと今日渡し会えなかった人は渡さなかったんですけど。はい、えー、じゃあこれ、順次あの参加者にはどうぞっていう感じで。あの、ゲストの人には、<laughs> 渡していく感じんです。渡していくんですけど、はい。あのー、 さっきも言ったんですけど、貼る場所がないんですよ。いや、例えば。パソコンとかのところ貼ればいいんじゃないですかね。まあ、スマホの後ろとか、パソコンのバックの部分とか貼ってもいいんですけど、はい、謎のシールじゃないですか。まあ、そうですよね。<laughs> かつ人のアイコンっていうかやつなんで。<laughs> 誰この人みたいなステッカーを貼ってて。はい、ちな僕だったら、まあ自分自身なんでいいかもしれないし。そうですよね。 他の人は、まあ、有名じゃないステッカー、ロゴステッカーってまあ結構あるんで、まあそういう意味だと別に他の人が理解しなくても全然問題はないんですけど、はい、その貼ってる人の心境として、一個人のステッカーを貼るっていうのは、そうですね。微妙じゃないですか。すねはい、いや、それ分かってくわらないでください。<laughs> うん はい。だから、一応作ったんですけど、あの、差し上げますけど、別に貼らなくて大丈夫です。ああ、わかりました。はい、じゃあ記念に受け取って、はい、あんまし私もなんかいろステッカーもらっても、そんな貼らないんですよね、はい、なんか。きはきいただいても大丈夫なのいい、はきはしないですけど、<laughs> せっかくあの、はい、あの、ポッドキャスト、メンバー、メンバーというか、はい、話してる人として、ありがとうございます。あの、可能性として、まあ、 ポッドキャスト以外で、僕のプロダクトのアプリとかが、ものすごい伸びを見せて。僕が、その、まあ、ある程度有名になったら、このステッカーの価値がぐんと上がるんで。はい、ああ、なんかヤフオクとか見る会でもしかすると高値で売れるかもしれないみたいな。あのー、転売はちなみに許可していますので。あ、そうなんです、ねはい。公認なんで。あ、はい。はい。あのー、なるほど。バッチリやってもらって大丈夫なんで。あの、ポッドキャストのに記憶されました、ちゃんと。はい。はい、なんで、 もしかしたら1年後には、ちなみにこれ単価1枚、122円なんで。あ、結構高いですね。そうなんですよ。へえ<ー>。二22枚釣りにしてもらったんですけど。あ、これ22枚なんですか、ね、今十二枚です結構多くあるように見えますけど。けど22しかなくて、<ー>3000円ぐらいなんで、120円ぐらいかな、確か。なんで、えー、1年後には1万円になってるかもしれないです。1>, <laughs> 1年結構早いですね。すごい、すごいですね。<laughs> もう世界に22枚しかないんでね。まあ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 、そうですね。一枚。え、こちなみになんか海外とかのところからお願いした感じなんですかですやっぱり国内とかじゃなくて。はい。<ー>あの、確か、前々回ぐらいのエピソードで話したんですけど、ステッカーアップっていうサービス、はい、海外の。<ー>えっと、どこだったかなポーランドだったか、あ、どこだったかなあの、あの欧州、欧州ですね。ーヨーロッパの。 ところで、えー、やってくれてるので、えー、頼んでから2、3週間ぐらいして予約届いて、はいはい、結構、まあ他のそのステッカー作ってくれるサービスとか、なんかその、なんだろう、グッズ作ってくれるサービスっていっぱいあるじゃないですか。はい なんかあるっぽいですね、うん。国内にもいっぱいあって。まあ、例えばステッカーだけじゃなくて、その T シャツにしてくれるとか、あ,はい、あの、マックカップに吸ってくれるとか、はい。あったんですけど、そこはステッカーだけで、ステッカーアップってとこは、基本的にはステッカーだけで、あ<ー>あ、なんか、これ、なんかサンプルがこう入ってて、これはサンプルだったんですけど、サンプルってかなんかすごい、なんか、 目玉飛び出してすごいサンプルですね。<laughs> <laughs> こういうのも作れるよみたいなので、こうなんか入れてくれるらしいんですよ。<あー S 2> 素材というか、シールのその、感じも、そういうの以外にも、キラキラしたやつとか、いろいろ選べるんですよ。あとは、この形がこう自由形状って書いてあったんですけど、よくシールってこう四角のシール。ひっクりマシールとか四角じゃないですか。 ああいうのしかできないとこもあって、はい。こういう複雑な形自由な形っていうのが、ええー、選べるので、ここにしたって感じ、ね、結構自由度が高い感じなんですね。うん、ただなんか細かすぎると、はい、その、なんだ、端っこの部分にこうちょっと、紙が残っちゃったりとか、するのもあるんですけど、はい、そこまで複雑じゃなければ大丈夫ですよっていうので、これをやりました。えー、これなんかあの、 色とかじゃなくて、サイズとかでなんかもう、変わってくる感じなんですか、ね、はい。そうっすね。こっちなみに、うん、えっと、さっき言った、サイズは確か 8×7cm ぐらいだったかな、確か。で、22枚ずりだったんですけど、はい、もっとちっちゃくできるんですよ、シールのサイズを。例えば 3cm×3cm とかにすると、えっと、40枚ぐらいで同じ値段で買えるんですよ。へ<ー>単価下げられるんですよね。ステッカーのサイズを下げれば。もしくは、 え、この 8×7 のサイズで単純にもっとたくさん注文すれば値段は上がるんですけど単価は下がりますね。あ、確かにサイズ選んで、なんか形状とか、長方形大円とかなんか今サイト見てるんですけどで、あと数量とかでやっぱり単価がどんどん安くなってくるんですね。うん。あ、でも200万以上じゃないとなんかマイナス17%ってなってないんで、100万までで同じなのかな、うん 結構たくさん頼まないとディスカウントはないかなっていう感じですね。へえー、面白いですね。耐水強化ステッカーとかいろいろなんか、うん、ミラーステッカーとかがいっぱいあるんですよ。面白いですね。ね人気が出たらキラキラ版を作って、それをレアにするという。<laughs> もっと価ち上げていくみたいな <laughs>。<laughs> <laughs> なるほど。 一応これ、ゲストの人には配布するんですけど、まあ、他のリスナーの人が欲しいときは、一応はなんだろう、サポーターコンテンツにしようかなと思うんで、<laughs> サポーターの人には、送る。送料はまあ、まあ、こっちもちろんですけど、送ってあげてあげるとか、っていうのは一応考えてます。これ、ちなみになんですけど、毎回思ってるんですけど、はい、あの、リスナーさんっているんですか、ね、はいえっと、二桁ぐらいはいそう。あでもいるんですよ、ね。いそう。うん なんか、数十人ぐらいは。アナリティクスとか Google のやつでなんか、解析してる感じとかですかそんな感じです。<ー>一応、毎週、毎週じゃないですけど、火曜日にこう、だいたい配信するんですよ。はいはいはい。配信するというか、火曜日に撮って、水曜日ぐらいに配信するんですけど、はいはい、そうするとやっぱりアクセスすごい増えるんですよ。はい、へええ、すごいでもないですけどね。あ、まあ、多分更新があったからさ、クローラーとかじゃなくてですか、うん、多分、ポッドキャストのアプリとか、 ああ、なんか、RSS か分かんないけど、そういうのが来るんですかね。ツイッターとかもなんかこれ出てるかわかんないんですけど、リンクが。だから、こっちが更新すると、クライアント側はフィードに更新があったなって言って、多分アプリの設定にもよるんですけど、はい、自動でこうダウンロードするみたいなエピソードっていう風にしている人がいると、まあ、勝手にアクセスは上がっちゃうんですよね。 フィード更新すまずそれ設定してるだけすごいっすね。なんか、そういう熱心な人がいるんですよね。いる。まあ、さ、なんか、サブスクライブ、基本しないとまずダメなんですけど、サブスクライブして、デフォルトの設定はなんか、エピソードを自動ダウンロードみたいなになってるんですよ。はい、ああ。Apple の、えー、あの、ポッドキャストアプリの場合は。はい。 だからまあ、あとはなんか、ウェブサービスとかで、その、ポッドキャストのサーキュレーションしてるサービスとか結構いっぱいあって。ああ、はい,はい、はい。それからもアクセスが来てるんで。なるほど。うん、へえ<ー>。実際にそれでこう、なんだろう、自動ダウンロードかされて、インデックスとかつい、はい、検索側にインデックスとかついて、実際にユーザー側の耳に届いてるかどうかってとこまではちょっとわかんないですけどね。はい、うん。そういうところはアクセスがあるな っていうのはまあ分かってるって感じです。うん、いやまあでもそんな1000人とか全然そんなもないんで <laughs> 大丈夫です。あとちょっと気になったのがあのライブストリーミング YouTube のやつがあるんですけど、はいはい、これはどっかのタイミングでなんかポッドキャストライブをやりたいです。あ、やりたいっていことでもしかすると今後どっかであるかもしれないみたいな、はい 過去にはやったことはないんですかね、これ。テストで配信したぐらいですね。僕が一人。かか最終ライブ配信日が2018年8月8日になってます、ねはい。それはただテストしただけですぐ終わっちゃうやつなんですけどね。<ー>だから、チャンネル作って配信できる準備はもうできてるんですよ。なるほど。だから、この収録もやろうと思えばライブにできるんですよ。ああ<ー>。ただ、なんだろう。ライブをする勇気がない。まあ、そうですね。なんか何言われるかわかんないですからね。ちょっと怖いですね、なんか。 まあでも、コンテンツ話す内容的には多分問題ないかなとは思ってて、ライブして問題になれそうなのは、自分のマシーンが耐えられるかっていうのがちょっと一番。こいつなんですけど。ああ、え、でも音声配信だったらそんなになんか負荷かかんないんじゃないですかね。大丈夫かなと思う、あのど動画とかだとなんかちょっと危なそう。 あ映像を出さなきゃってことですよ、ねはい、多分、うん、YouTube ライブって一応映像もついてくるじゃないですか。はい。だから、なんかその、ライブ、YouTube ライブにするメリットの一つとしては、さっきみたいに、こういう画像を出せるんですよ。あ、はい。わかんないじゃないですか。はい。はい、<laughs> 静止画でも出せるんで。はいあ。そうですね。ううの今のオフライン状態でずっと、このステッカーの写真の、写真っていうか、この、はい、ステッカーのやつがずっと収録されてる感じなんで。 聞いてる人からすると、一応、静止画、まあ一応ウェブカムつけてやるってのもできるんですけど、そこまでちょっとやる気はないんで、うん、まあそういう静止画も同時に配信できるし、あとはチャットもあるんで、一応例えばこのリンクですみたいなので、すぐチャットでこう送ったりもできるんで、はい、参照先もすぐ送れて、うん、一応まあインタラクティブにはなるんで、聞いてる方としては分かりやすくはなるかなと思いますね。うん なるほど。じゃあ今後のためにって感じでこれ作った感じになったんですね、はい。作って1年間何もせずあるライブチャンネルす <laughs> なるほど、はい。どうしようかね。ちょっと悩んでるんですよね。うん、今年の目標にも一応 YouTube ライブで配信するっていうのがあって。はい、どっかのタイミングでやりたいんですけど、ちょっとまだできてないって感じですね。うん、はい。はい。 すいません、なんかちょっと聞いちゃって、いやいや聞いてしまって、はい。あの、忘れてたんで。<laughs> あ、そうだったんですね完全に忘れてたんで。知らない間にちょっとなんかライブっていうのがあった、なーっていうふうに思った。多分、YouTube ライブするときは、一応 Twitter とかで告知する予定ではあるんですけど、はい。リスナーの人が多分、多分一人も来ないと思うんですよ。まあそうです、ねうん、逆にいっぱい来ても、それはそれちょっと、ビビりますけど、<laughs> なんで、多分まあ、基本的には積み重ねていって、YouTube ってこうリスナー増やしていく感じになるんで、うん、一旦こう、一旦こうなんだろう、ライブをしするっていう体験を、経験をしてみたいんで、うん、リスナーゼロでもまずはやってみようかなっていうので、やってみたいなって感じですね。うん、はい やりますかじゃあ、今度。はい次。次回収録日とか。あどうしますいや、あの、次の方とかに、ね、全然、あの、僕じゃない人にお願いします。<laughs> そうなんですよね。ゲストの方とも一応、やっぱ、ライブにすると同意した方がいいかなと思ってて。そうですよね。結構人によってはちょっと嫌だな、怖いな、っていう人も多分いるとは思うんで。でね、なんで、まあ、うん、今年あとちなみに、今回9月分なんですけど、これ。はい。10月、11月、12月あと3回の予定なんですよ。はい。 でもゲストの人ももう決まってるんで、やるとしたらその3名の誰かから。<laughs> いや、なんかあの、ほ、他の人とかなんかちょっとあの、呼んだ方がいいんじゃないですか。もう新規開拓というかなか。あ、全然違う人とやってみるみたいなライブの時は。はい、あまあそれもあるかもしれないですね。あと複数人とかの方が面白いかもしれない。<ー>もしかすると、マンツーマンじゃなくて、なんかディスカッション形式みたいな感じのがちょっとなんか、面白かったりするかもしれないですね。なるほど。全員でやりたいとかそういうわけじゃないですけど、うん、はい。なんか、 新しい人を呼んでみたいな。まあ、それこそ、なんかあれですかね、テーマ決めて、みんなで討論するみたいな、そんな感じ、ね。あ、そういうのとかいいんじゃないですか、ねあ。なるほど。なるほど。はい。考えときます。<laughs> <laughs> <laughs> はい。ってことで僕のやつは、だいたい OK なんで、はい。あす君くんの、ぜひこのデフコンの話を。あ、そうですね。 はい。あの、多分この後、あの、会社のテックブログにも載せようと思ってはいるんですけど、うん、あの、8月8日から、えっと、12日までかなあの、4日間、あの、アメリカ・ラスベガスで、デフコンっていう、うん、あの、セキュリティの、なんか、お祭りみたいなものがありまして、これ、あの、海外出張で、海外出張というか、はい。あの、会社の、まあ、エンジニアの支援みたいな、 ものがあって、それで利用してもらって、あの、参加してきました。はい。で、この、デフコンっていうのって、吉永さん、これ、初めて聞した初めて知りました。はい。これ何かっていうと、なんか本当にあの、ハッカーのお祭りみたいな感じで、あの、ま、いろいろ、ブラックハットとかセキュリティのカンファレンスっていろいろあるんですけど、その中でも、なんだろう、一番、もうお祭り騒ぎみたいなすごいところで、 あの CTF っていうなんかセキュリティのコンテスト。はい、あのキャあのャー・ p フラグっていうコンテストがあるんですけど、この CTF ってまあ世界各国で行われていて、で、この DefconCTF っていうのが一番本当に有名で、そもそもなんか CTF 始まりはまず Defcon らしくて。はい、お願いします。あはい。まあ、その世界最高峰の CTF っていうのがその DefconCTF なんですね。うん、で、 私は普通になんかそのチームとしてあのデフコンに CTF 参加したわけじゃなくて、普通になんかカンファレンスというか、あの、ま、参加費が300ドル払えば参加できるんですけれど、ま、普通に一般ピーポーとして参加してみたんですけど、本当にいろいろ面白くて、なんかやってることってその、例えばセキュリティコンテンツ CTF とか、他にもなんかいろあって、そのセッションのカンファレンスっぽいなんか発表であったりとか、 あとなんか、イベント系がいろいろありまして、例えばその CTP っていう、なんかキャプチャーザパケットっていうのがあって、うん、なんかすごい薄暗い部屋のな、なんか部屋があるんですよ。<ー>で、何やってるかっていうと、そこでなんか、あの、ランケーブルが無造,無造作に置いてあって、うん、で、え、ここって何するんですかって聞いてみたら、 なんかパケットを取るんだみたいな風に言われて、うん、ああえって思ったんですけど、なんかそのデフィフコンってなんか、あの、よくカンファレンス系のところってなんかネットワークが無料で Wi-Fi が提供されてるじゃないですか。うん、で、その Wi-Fi ネットワークを、なんか、なんだろう、スニッフィングっていうか、なんかポートミラーして、全部その通信を横流しするみたいなのをやっていて、それを、のこの CTP っていう、 キャプチャーザパケットで解析しようみたいなコーナーがあるんですよ。えー、で実際そのデフコンの,あの会場のネットワークって、あのなんかその世界で一番危ないネットワークっていうふうに言われていて、なん、えー、でかっていうと、なんかその、本当にいろんなハッカーが世界中から集まってくるんで、なんかその無線 AP とかってなんか偽装したりとかできるじゃないですか。そのやってるやからというか、 がいたりとか、あと、Bluetooth とかオンにしてると、る結構 Bluetooth あの、脆弱性があったりするので、<laughs> 古いバージョンの Android とか持っていくと危ないから、とりあえず無線ンと Bluetooth はオフにしときみたいな、<laughs> いうのが、本当にその、海外の記事で書いてあるぐらい危ないみたいな、<laughs> <ー>書いてあったんですよ。そうなんで、僕もそうビクビクしながら、あの、Wi-Fi 使ったりしたんですけど、どで、この CTP っていうところでパケットキャプチャーしてみて、 あの、実際あのパケットを取ってきたんですよ。一、うん、1>, 1ギガぐらいなんですけど、結構面白いですね。パケットを見てみると、あの、どういう通信してるかっていうのが見れるんですけど、だいたいその DNS とかの、あの、UDP53 のところで見てみると、どこのタイプにアクセスしてるとか、結構割合的にはあの、ESP とかの IPsec の VPN 通信とか、あとオープン VPN の通信のトラフィックが結構多かったですね。なるほど。はい。あとなんか、 楽天のサイト検索を使っている人がいるんで、あ、この人日本人だなっていうのが分かったりとか、あと、マックアドレスとかも分かるんで、なんか、この人なんか結構アップルをターマット使っていて、<laughs> iPhone ユーザーなのかなとか、あと、そのいろんなやっぱり世界各国から集まってくるんで、やっぱり中国系のファーウェイとかの中国、中華系のなんか、ベンダーのやつとか、 あとやっぱね、アップルが結構多かったですね、比率的には。サムスンとかいろいろ、なかなか日本のメーカー、スマホメーカーなかったんですけど、そういうなんか情報が分かったりとか、あとはその、なんかそのトアっていうオニオンルーティングの <laughs>、はい、トラフィックも,もちろんありました。ドイツの異ーノのートで通信してるやつとかもあったりとかして、へ <laughs> えっていう感じで見てました。うん、はい。っていうなんかコーナーがあったりとか、えー、っと、この、 一応多分リンクでお渡ししたというか、はい、あるんですけど、このなんかいろいろセッションの脆弱性の発表とかがこのデフコンで行われていて、なんか40何パーセントぐらいのセッションが新しいツールとか新しい脆弱性の発表がこの場で行うみたいな、そのデフコンで新しい脆弱性の発表がな結構行うことが多くて、はい。 で、この、で、特に印象的に残ったのが、この SSLVPN の <laughs> 脆弱性をつくっていう、とか発見したっていう人の、台湾のチームの、あの、ヒットコンって有名なチームリーダーの方が、多分、発表者だった、だったんですけど、この発表がすごくて、なんかその、どこだったっけな、ベンダー名も出てるんですけれど、これ普通に公開されてるもう脆弱性というか発表スライドなんで、 特に言っても問題ないとは思うんですけど、うん、なんだろう、どこだっけな。ちょっと待ってくださいね。今、探してます。あ、これカット的なやつですね。すいません <laughs>。あ、大丈夫ですよ。えっと、ちょっと下の方か。確かパルス赤ア社の、 ものと、もう一社がどこだったかな。40net ってやつか。あ、そうですね。はい。40net の2社の SSVPN 製品の攻撃の話が載ってるんですけど、あの、これって、その SSVPN 使うって場合でだいたいそのなんか社内ネットワークとかに、あの、インターネット経由で自宅から入るみたいな用程で使うことが多いと思うんですけど、 実際にこれあのツイッターの社内ネットワークの SSVP のところを攻撃して、で、なんかその、なんだろ、バグバウンティーみたいなあの報奨金みたいなもので、あの、確か200万円ぐらい、あの、日本円相当の、あの、脆弱性これありますよって言ってお金もらったって話がこのスイドに伝えとかしていて、結構その、なんだろ、う の後半のスライドで出てるんですけれど、なんかその二要素認証を使っているけれど、普通に AWS のでかいインスタンスを使って、そのハッシュ値を計算したら分かってしまったので、もうあの、アドミンポータルとかに入れて、いろいろできてしまいましたっていうのが書いてあったりするんですけど、はい。本当になんだろう。システムをハックするっていうか、そういう感じのですね、 発表がいろいろあって、やべえなっていうふうに思ったのと、あとあれですね、ビレッジっていうなんか、イベントスペースというか、ものがありまして、まあ、その通りなんかカテゴリーごとになんか村があって、例えばなんかその、なんだろ、ワイヤレス系のビレッジとか、に関してはその本当に無線 LAN とか、Bluetooth とか、他にもなんか、 まあいろいろ周波数帯によっていろいろなんかいろんな企画があると思うんですけど、それごとのなんか、あの、通信プロトコルのなんか、暗号化とか脆弱性の話とかがあったりとか、あとは、あの、車をハックする、なんかかハッキングビレッジみたいなやつもあったりとかして、なんか今の最近の車ってその、なんだろう、例えば、鍵とかもなんかスマートフォン使えば開けたりとか、 なんだろう、その走行距離はなんか、パソコンとか、スマホで見れたりとか、いろいろあると思うんですけど、そういうのを実際攻撃してみて、あの、鍵を施錠できたりとか、開きたいとか、閉めたりとか、できないかとかあ、そもそも車のなんか、えっと、制御システムってなんか、なっけ、キャンって呼ばれるなんか、うん、あの、プロトコルっていうか、あの通信規格があるんですけど、そういうのを解析してなんか、どうこうやったりとか、 まあ一番有名だったのがなんか確かトヨタのなんか車をなんかハックして遠隔操作したみたいな確かデフコンで発表されたのがなんか一番でかくてそれで結構その自動車関係の人がすごい注目したみたいな話とかあったりとかそう結構いろいろカテゴリーごとがいいにいろいろ分かれてるんですよねなんか本当にソフトウェアとかもちろんクラウドセキュリティのビレッジもありましたしなんかそのなんだっけな 物理機みたいな、南京城みたいな、ああいうのをピッキングするっていうのもあったりとか、なんか本当にハードからソフトウェアまで全てなんかハックするみたいなものがあって、あとなんか投票システムのなんか攻撃する、なんかアメリカって電子投票があの、うなっていて、そのデバイスをなんか ウィンドウズのすごい昔の OS 入れて、なんか、ソリティアかわかんないですけど、なんか遊んでる人がいたりとか、うん、そう、ハードをなんか解体して、なんかコンソールかわかんないですけど、つなげて、なんか改造したりとか、いろいろなんか、本当にハックしてる人たちがいっぱいいて、みんなパソコン開いても地べたに座って、カタカタやってる感じのところが、デフコンでしたみたいな、うん。はい。はい、質問しいですか あはい、どうぞどうぞ <laughs> ごめんなさい。なんかずっと喋ってたす。すみません、なんか。はい。まず、ただ初めに出たのが CTF とか、CTP の話。はい。しまぁ一応なんかコンテストの結果が出てて。あ、出てますね。うん、はい。一番誰ですよとか言ってるんですけど、はい、こなんか、なんだろう、エントリーするのとかって実際に現地に行って、もうなんか問題が出てる。 のを勝手にもなんか参加とかしてやる感じなんですかねあ、えっとですね。デフコン CTF って、まず予選大会があるんですよ。あ、なるほど。オンライン予選大会があって、まずそこを突破するのがすんごい難しいんですよ。予選大会突破するだけで、日本勢1チームあれば、まあ、1チームあればとか、1チーム多分大体参加してるんですけど、2チームとかは本当にすごいっていう感じなんですけど、うん、なんかその、例えば NTT グループとかでも、 なんかもう、グループ全体で、デフコン CTF やっても、確か40人とか、そういうレポートが公開されてるんですけど、なんか別に人数制限ないんですよ、この CTF の、デフコン CTF 予選、はい。で、結構みんななんか何十人、何百人体制で、やってもなかなかその、難しい問題がたくさんあって。で、その予選大会と、あと結構世界各国の CTF のなんか上位に行くと、なんかそのシード権じゃないですけど、 参加枠がもらえたりとかするので、セクコン、日本の CTF の結構有名なやつがあるんですけど、そこでも、あの、なんだろう、デフコン本戦への予選枠っていうのがあります。それに勝ち進むと、やっと本戦に行けるみたいな感じになってます。本戦は、あれですかね、じゃあ、現地でやる感じあ、そうです。あのね、ラスビガスのところでやるって感じですね。なるほどね。はい。 そこで実際に、例えば2時間とかの間に、また問題が出てみたいな。い結構、2、3日だったかな。うん、あの、ちょっとずっとそこに会場にいたわけじゃないんですけど、結構朝から晩までずっと開きっぱなしでやってる感じですね。そのへぇ<ー>す、もう何十時間やるみたいな感じなんで、 じゃあ、参加してる人は、あんまり、デフコン自体を楽しめる感じで。あ、そう、そうなんです、はい。そうなんですよ。なんで、あんまし結構レアケースっぽかったですね。僕みたいになんか普通に、なんか、いろんなセッション回,回ったりとか、ビレッジ参加したりとか、はい。はい、なるほど。なんか参加レポートね、人の写真とかありますけど、本当になんか箱詰めというか、区切られた区間にずっと、そうなんですよ。テーブル置いてあって、そこにずっと <laughs>、はい。 やってるって感じなんですね。すごい集中力がないと、長時間なんで、あとすごい好きじゃないとできないやつなんで。これ一応課題は与えられるんですよね。あ、そうです。これ、これを、まあ、ハッキングしてくださいみたいなので、はい、こうなればクリアですみたいな。そうですね。うん。なるほど。なんかスコア値が一応出てるんですけど、これなんか、どういう、はい、なんだろう、スコア、なんだろう、スコア集計というか、 スコアの計算方法とかって、なんか、例えばじゃあ、問題が3個ぐらいあって、なんか3個解いたらスコア高くなるとかも、そういう感じなんですかね、はい、えっと、その CTF っていろいろなんかその、まあ、大きく分けて2つ、なんか方式があって、1つがなんかそのジョバティスタイルって言って、うん、なんか、ジョバティってアメリカのクイズ番組のなんか番組らしいんですけど、普通にその問題があって、その問題に対して解けると、まあ、フラグって呼ばれるなんか、隠しワードみたいな、 のがあるんです、ねうん、例えばそういうのがパケットの中にあったりとか,なんかバイナリーの中にあったりとかまあキーみたいなものがあるんですけどそれをえ見つけてなんかウェブフォームか何かに投げるとポイントゲットみたいなでそのポイントへ競っていくっていうのがマスジョバティスタイルであともう一つがアタッカーのディフェンスといって,言ってあの攻防戦みたいな感じなんですけどなんかその管理サーバーみたいなのがあってその管理サーバーに対してえっと攻撃して で、まあ、なんだろ、その、支配権というか、その、まあ、ルートとかで取ってる状態を、まあ、長く続ける。なんで、その、攻撃するのと、その、攻撃したら、え、守り続けるみたいな、接着性を防ぐようなことをして、いかにその、長い時間ずっとそのサーバーを持ってるかみたいな、そういうので、競うのがあったりするんで。確かじゃあ、両方やってる感じデフコはちょっと詳細わかんないんですけれど、確かなんか結構問題ずっと解き続かない、 解きつけないと、なんかポイント落ちちゃうって話は聞いた覚えがあったんで、どっちなんですかね、ちょっと。あの、具体的なちょっと、あの、中身までは見れなかったんで、わかんないんですけど。なるほどね。はい。なるほど、そういう感じで。まあでもこれを見てると、写真ですけどね、みんなずっとやってる感じなんで。そうなんですよ。うん さっきちょろっと出た CTP の方はちょっとまあこれとは多分別なんですよね。あ、全然別ですね。なんか普通になんかイベント的なやつで、あの、パッケットキャプチャーしましょうみたいな感じのやつだったね。そういうコーナーがあって、なんかすごいんです、本当になんか EDM っぽいなんか感じのノリのいい電子音が流れつつなんかめちゃくちゃ暗い部屋でなんか異質な感じだったんで、<laughs> なんだろうみたいな感じで。はい。それはなんだろう そこの部屋になんかいくつかネットワークがあって、はい、そこの好きなネットワークにつないで、キャプチャしてみようみたいな、そんな感じなんです、ね、あ、そんな感じなんですよ。<は>なんかな、ね、本当にランケーブルがとりあえず置いてあって、<ー> <laughs> え、なんだろうと思って、<laughs> とりあえずそこに座って、テーブルーブリーなんかがあるんですけど、ラップトップ置いて、ランケーブル RJ も挿して、で、ワイヤーシャク立ち上げてとりあえずキャプチャするみたいな感じで。ね、はい。へえ、まあだから、本当に、 暗号化されたのもあるし、あ、そうです、ね、でも,もちろん。なんか、平文の、とかまたダウンロードのデータとかもあるし、はい、みたいなのを、ただひたすら解析して。みたいな。えー、もちろんその会場でもなんか別で CTF を行われたとかもされたりしたんで、だからその CTF がなんかすごいたくさんいろいろあって、そのデフコン CTF っていう、まあでかい、一番大きいものもあるんですけど、なんかそのビレッジの中でも CTF があったりとか、 なんかそのワイヤレスビレッジっていうところでも CTF 行われたりとか、あなるほどクラウドビレッジでも CTF ありました、ね、あの、カーハッキングビレッジでも CTF があって、なんか、本当に至るところで CTF がやってるんですよ。なんでなんか、体が足りないんですよね。なんか、これやりたいなと思ってもできなくて、いろいろ本当にあるんで、そう、すごいなんか、オンラインで参加できるのもあるんで、あ<ー>なんかデフコンやってるときに現地に行けなくても、一応なんか、 インターネット系のやつは参加できるんで、はい。それ後からなんか公開もされるんですかね、問題は。あ、なんか、結構、その CTF のなんか運営によって違いますね、なんか。基本そのなんかライトアップっていう形で、なんかその、まあ、参加者がこういう問題あって、こういう解き方したら解けるよみたいな、まあその攻略方法みたいなやつをなんかライトアップっていう形で公開する、はいはい、したりしてるんですけど、それで、 もしかするとあるかもしれないですね。うん。なるほどね。うん。あとは、さっき車の話で出たんですけど、なんか調べると、はい、えー、カーハッキングみたいな、ESP32 っていうデバイスを使って、カーハッキングしてるっていうのが、コンテストのなんか、え3位はい。えー、に入ってるんで、はい、多分この話かなって感じですけど、詳細は分からないですね。ただやってそうな人はいる。 ああ、なんか、イエライさん多分、サイトのやつですかね、きっと。なんか一応写真にもなんか車乗ってパソコンに散ってる人がいるんで、はい。<laughs> ああ、そんな感じでやってるんだ、というのが、一応わかるって感じですかね。はい、あれですか ?ESP32 ってなんかあの、マイコンかなんかの結構有名なやつですよね、確か。アルディの互換というか、ね。あ、はいはいはいの、はい、やつ。で、Bluetooth 多分 SL スキャンって書いてあるんで。Bluetooth かなんかあの、 えー、スキャンをして、何かしてるんだろうなっていうのぐらいしかわかんないですけどね。結構デフコン調べると、ちょこっとなんか、日本人ブログとか、うん、出てますね。出てくるんですけど、で本当に情報少ないんで、多分大体やっぱり、参加者、日本人ってそんなにやっぱり多くなかったんですけど、セキュリティ会社の人とか結構いましたね。うん っていうか、なんか、普通あの、大学の同期がいました <laughs>。あの、ねえー、はい。あの、セキュリティのところに勤務してる人だったんですけど、朝から滑かせ <laughs> 会うと思いもしなくて。えー、逆になんか、セキュリティ会社の人は基本来てるんで、人がなんか固定化されてるんですよね。だいたいそのセキュリティクラスターっていうか、はい。結構してる人多かったですね。うん、なんか、この人いたんだみたいな感じで。セキュリティ、 の話っていうか、ハッキングコンテストって、はい、ハッカーの人が集まるわけじゃないですか。はい、基本的には。はい、でも、ハッカーの人って、まあ、イメージとしてはなんかこう悪いイメージあるんですけど、はい、セキュリティのその脆弱性をさっき言った、まあえー、SSVPN の話とかそうですけど、はい、ああいうの見つけて、基本的にはそういうセキュリティ会社に対して、 えー、まあこういうバグがあったから、セキュリティの脆弱性があったから、えー、直してくださいね、みたいな感じで、はい、まあ情報提供するんですよね。基本はそうです,、ね、すですよね。そのまま見つけて、はい、悪いことしようっつって、ずっと悪いことをするっていうのはやってないはずなんですよね。まあでも本当に参加してる人っていろんな、なんだろう、その、 いいハッカーもいれば悪意を持ってるハッカーも多分みんな集まってるとは思いますね。うん、や、ブラックハッカーもいるってことですよね。ホワイトハッカーもいる。あーホワイトハットと、まあ、ブラックハットみたいな。はい。多分両方いると思う。まあ普通に、ハッカーって言葉はまずコンピューターとか、まずハードやすごい精通してるみたいな意味があると思うんで、まあ、そこに全員があるか悪意があるかっていうのは分からないですね。まあまあ、うん。そこは分かんないですけどね。まあでも、 なんだろう、セキュリティを仕事にしてる人というか、ハッカーの人って、なんかアップルとかもその、バグ見つけたらいくらあげますよみたいなのをやってるじゃないですか。ああいうところとかも多分、目指せるじゃないですか。そうですね。うん、だから、意外と、というか、ソフトウェアの世界とかハードウェアの世界において、セキュリティって必ず必要なんで、うん、需要はすごいありそうっすよね。もちろんあると思います。うん。なんか CTF、 で僕参加したことはないんですよ、CTF とかは。はい。なんでかっていうと、セキュリティのコンテスト参加したくないんですよ。あ、そうなんですかなんか。なん,かなんだろう、あのー、あ競技プログラミングは結構やるんですけど、ああ、はい。ああいうのと出てくる問題全然違うんですよ。ま、そうですね。だから、なんだろう、うちょっと合わない。 な <laughs> って、参加したことなくて。<ー>もちろん問題とか見たことあるんですよ。はい、さっき言ったその、ディフェンスアタックみたいなやつ。はいうん、で、こうやってみましょうみたいなあっ,、はい、あって、見たことあるんですけど、なんかこうあんまり、個人的に参加しようかなってのなくて。なんか、プログラミングか、書、書く系が一番いいみたいな感じなんですかね。うん、多分アプリケーションを作るのが一番好きだから、<ー>本当にただ書いてるだけ。 っていう方が多分一応、なんか CTF でもなんか、アルゴリズム系とかのやつは、なんかその一番、なんだろう、あの、最適な方法で、えぇ、解くためには、どういうコードを書いて、なんかその、例えば Python でなんかソケット通信して、なんか、数列が返ってきて、それをうまく返していくと、なんか答えがわかるみたいな、そのプログラミングが必要なやつもあったりとか、なするので、ね、まあ結構、カテゴリーとか、 その CTF によってもだいぶ問題の傾向も違うんで、確かに合う合わないはあると思います、ね。いや、参加してみたいんでね。なんか機会があれば。あ、ぜひぜひ。CTF 出てみたいんですけど。ぜひぜひ、ね。オンラインでできるっていうのそうですで、ね。いや、結構オンラインのやつ多いですよ。いいすね、なんかあの、CTF タイムっていうサイトがあるんですけど、そこで結構検索してみると、いろいろ、ctftime.org ですね。 てと,ところで、あのー、こういうイベントがありますよっていうあのカレンダーがあるんで、そこ見てみると結構オンラインで参加できるのがいろいろあったりするんで、ただ結構びっくりしたのが、ちょっとこの CT が参加すべきだいではないみたいな、ちょっと問題がわかりづらいみたいなのもあったりとか、あるんですけど。あ、あでもまあ、 一応チームでみんな出るんですかねあ、<れ>そうですね。チームでもいいし、あの、ソロープレイヤーで全然参加しても、ね、はい。気軽にできるんで。なんかこういうのって、あの、どっかの企業とかが、スポンサーになってて、はい、あ、はい。で、なんか、一応問題出す人とかも決まっている傾向があるんですけど、はい。これもやっぱそういう感じなんですかねあ、結構そういうのもあります、ね。あの、スポンサーがついて、スポンサー企業の人が、 なんかその、もう実際従業員の人が問題を作文したりとか、あと運営自体もなんかそのスコアサーバーとか、その攻撃するサーバーの運用とかもしなくちゃいけないので、はいはい、結構そういうのであったりとか、あとその賞金が出たりとか、結構 CTF で何百万とかお金をなんかもらえたりとか優勝するみたいなのあったりしますね、まあ。トレンドマイクロさんの CTF とかもなんかカレンダーにありますね。ありますね。あの僕たちも、あの、会社内で 募って参加しました。ちょっと恥ずかしいんですけど、一文解けなかったですね、ちょっと。難しいですよね。そうですね。結構あの、ひらめきとかも必要,だ必要だったりするんで。なんか、そういう競技プログラミングとか、あと CTF とかの問題とかでこう、 基本書いてこう回答しますみたいな回答すると、大体どっかでこう間違ってますって言って、蹴られて、で直して、でまたアップロードして蹴られてみたいなのやってると、どんどんスコア下がっていっちゃうんですよね<ー>、うん。やっぱりその一発でできた方がスコア高くなる。なるほど。ので、基本はなんか何回もやってるともう <laughs>、 <laughs> 結構実際トライアンドエラーでなんか直していくっていうのが普通そのコーディングじゃないですか。うんそ,んね、そんな一発でできたらみたいな思いますけど <laughs>。すごい人はなんかどん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 先に進んでいくからやっぱできる人はできるああ。そうなんですよね。なるほど。これちなみにこの CTF タイムのカレンダー見ると土日がほとんどなんですけど。はい、あ、そうですね。週末なんですかね、やってるのは大体。やっぱりその参加する人が一番参加しやすい。 てとか結構、まあ、期間もなんか CTF に本当に売りますね。なんか、長いものがあったりとか、もう一日で終わっちゃったりとか。これは、あれかな。なんか、あの、よくオンラインの、こういうコンテストにありがちなのが、はい あの、タイムゾーンの違いがすごい出てきて。あ,あ,りあります、あります。日本の開始が深夜1時からですとか。はい、あります、あります。あります、あります。早朝1時とかとかになってて、はい。そういう感じなんですね、これも。そうですね、本当に。あのー、なんかドイツとかアメリカとかいろいろ、世界各国で行ってるんで。ああ、でも、今、さっき話したトレンドマイクロさんのやつ見てたんですけど、はい、24時間あるんですね。あ、これはなんか、日本時間の、 お昼1時から、1日中やりましょうみたいな感じでしたね。へぇ、1日中は嫌かなぁ。ずっと参加できないんで、なんか普通に自分の参加できる時間でやりましょうみたいな感じでやってましたね。あと結構夜型の人がいたらなんかちょっと問題途中まで困れといたかよろしくみたいな感じでやったりとか、一人やったらちょっとなんかなかなか大変ですけど、チームでやると結構そういうふうに。 分担ができたりできますね。だからこそのチームなんですかね。あ, <F> あ、そうですね。あと結構やっぱりその CTF ってカテゴリーがいろいろあるんですよ。なんか暗号系とかバイナリー系とか、<ー>なんかそのネットワークとかのパケットとか、あとデブアプリケーションの方も、あの、XS とか SQL インジェクションとかいろいろあるんですけど、うんうん、結構そのカテゴリーごとになんか得意分野がメンバーがあると、まあいろいろその問題も 複数得意分野ででできるんでそういういいいとところろろチーム組んだりとかあります、ね、なるほど。うん、これ、これ面白そうっすね。この CTF タイムってやつは。あ、本当ですか、うん、あ、よかったです。なんか紹介して。チームのメンバーとかですって、ちゃんとこう。そうなんですよ。スコア履歴も残るんで。あの、CTF の大会の上位に行くと、あの、ポイントがもらえて、で、なんかランキングとかで、 なんかわかるんですよね、これ。うんうん、いいっすね。はい。一応、あの、うちの会社のチームとかも。あ、登録した僕、はい。あの、登録っていうか、あの、普通に、あれなんですよ、あの、参加すると、勝手に記録されていくんで。<laughs> <か>はい。なるほど、そのパターンですね。はい、そのパターンですね。<laughs> はい。な,なんで、このチームはこういう大会に参加して、これだけ、あの、解きましたとか、 今、アイスさん、東京ウエスタンズが4位ですね。うん、す,ねすごい、ね。ここのチームがデフコンシーテフに参加したので。うん、なんか、この、ここのチームのレポートありましたよ。<laughs> <laughs> <laughs> 頑張ってますっていう、ありましたね。はい。ええー、いや、でもこういうので、ね、有名になるの、いいと思いますよ。うん、そうですね。ま、時間がちょっとな、縛られちゃいすぎちゃうから、 まあちょっと、そうですね。僕とか参加しても多分、参加できそうなのが1日のうちの1、2時間ぐらいしかなさそうな感じですね。ちょっと週末だと。うーん結構 CTF って時間解けやすいんで、なんかそれを有意義に思う人もいれば、<laughs> <laughs> ちょっとなって思っちゃうね。単純週末遊びたい人はもう週末まる潰れちゃうんで。そうですね。うんまあ、参加するのはなんか例えば1ヶ月に1回とか。うん。毎週やってるけど多分毎週出るのは相当厳しいと思うんで。はい。まあ週1で、あ週一とか月1でここ参加しますみたいな。うん、うん。あとはなんかチームだから、例えばなんか今週のハックは僕と僕が出ますとか。うん。まあ、そういう感じでか役割分担とかもするんですかね。 ああそういうのを全然、あの、うん、本当にチームごとによっていろいろあると思いますね。なるほど。私もちょっと最近参加できてないんで、でも結構 CTF 参加すると、なんかその時に新しいツールの使い方とか、すごい勉強になるんで、この問題、特にはこういうツール使わなきゃいけないから、じゃこのツール使ってみようみたいな、見たりとか、うん、あとライトアップ見るだけでも十分、なんかすごい勉強になりますよね、なんか。あの、こういう問題が出て、こういうふうに解き方すると、わかるんだけど、まあ、こういうツールの使い方ができるみたいな。 情報とかで。意外とたまにそのツールとかが結構業務役立ったりするんで、うん、全部 CTF ができるから業務がなんかはかどるっていうとちょっとなんかそれはわかんないですけど。まあでも役にはね絶対立つと思いますよ。あ、そうですね。識的には,はい。プログラミングだけ書いてるよりも、まあ、ツールの使い方とか、インフラの設定周りとか。うん まあ、脆弱性が出そうな、なんだろう、設定というか、まあ、はい。ポイントみたいなのも、うん、勘どころとしては多分学べると思うんで、すごいいいと思いますね。そうですね。あとなんか、例えば、実際その攻撃者目線になるんで、逆にこういうところが、設定が甘いと、 なんだろう、すぐに乗っ取られちゃったりとか、逆にこの静寂性はなんか、すごく有名だけれど、結構、攻撃できる条件が厳しかったりすると、まあ、そこまでビビらなくていいのかみたいな、な結構そういう度合いというか、のわかる、わかるんで、すごく勉強になると思います、ね、いや、この、ちょっとさ,さっき前に話でした SSLVPN の,のスライドのやつの中に、実際にこうデモがあって、はい、YouTube のリンクがあって見たんですけど、 いや、なんかあんなあっさりできちゃうんだっていうのがあ。そうですよ、ね、あの、うん、ツールも作ってあるんで。なんかパケットというかバイナリーみたいな中にこうパスワードが入ってきて,てはい。それ盗聴して。はい。ログインするとシェルガンガン叩けちゃうそうですね。<laughs> すごいなと思って。はい。いや、なんかはこのスライドの中にいろんなハッキングの手順が出てるんですけど、手順というか手法がいっぱい出てて。はい、そのメモリーのバッファーオーバーフローを狙ってこうとか。はい。あとはなんか、 よくあるというか、自分もこうサービスを運用していると、アクセスログとか見ると、はい。その、例えば、スラッシュ p <ー>、p h p m y a d m i n c とかってアクセスやっぱ来るんですよね。はい。そういうような手法で、その、スラッシュをたくさんつけて、こうなんか、えー、<ー>脆弱性を作っていなディレト,リトラバーされたみたいな。はい。<laughs> すごいなと思って、こういうことやるんだって。はい、<laughs> 普通だって、 例えばブラウザーでこうアクセスするときに、スラッシュ何十個もつけてアクセスするなんてことしないわけじゃないですか、ね。はい。でもそういうのをこうハッカーの人がやって、脆弱性をつくっていうのは、なんかこう、面白いというか、なんかいたちごっこというか。<laughs> うん、なんかそういう点で言うと、なんか面白かったのが、知り合いというか知ってる人になんかリファ,リファラあるじゃないですか、ブラウザーの。あれに XS のコード入れて、循環する <laughs>、してる人がいる、いますね、なんか。 リパラ使うところでなんか攻撃できちゃうみたいなやつとかでああ、ね。ではいはいはい。はい、えー、って思いましたけど。まあ。確かにな、みたいな。まあ、あれはもうね、JavaScript とか実行し放題なんで。うん。まあ、クライアント側のね、あの、問題かなっていう気もするんで。いやいや。これはちなみに4日間まるまる参加したんですかあ、そうですね。4日間参加して、うん、もう、くったくたに使いましたね、なんかもう、うん。 インプットがすごい多かったんで、この一つ一つのセッションのなんか発表もまずすごいですし、あとまあ、いろいろ、あ、その会場がホテル3つ借りてるんですよ。 なんで、なんか、このセッションに行きたいなっていうふうにいろいろタイムスケジュールを組んだんですけど、結構移動があると、結構歩くんですよ。そのホテルまたいで行かなきゃいけなかったりするんで、あのすんごいなんかもう、歩いたり聞いたりで、あとずっと英語だったんで、もう使いましたね。楽しかったんですけど、はい。ラスベガスの本当に、あれですかね。まあ、中心の部分というか。あ、そうですね。うん すごい、ホテル、予約できるホテルがみんな豪華なホテル。いなそうなんですよ。ちょっとあの、このデフコン参加するのが決まったのが、あの、ちょっと遅めというか、なんか1ヶ月前ぐらいだったんがだったんで、ちょっとあの、近めのホテル撮ったんですけど、うんうん、まあでも会場行ってから、まあ10分ぐらいで徒歩で行けた感じだったんで、 はい。なるほど。いいっすね。海外。僕はもう全然最近行ってないっすけど。ああ<ー>。うん、で、あれなんですよ。その問題の、ご飯問題なんですよ。うん、ご飯の調達が非常に大変でして。まずそもそもなんかやっぱり美味しくなかったです。あの、うん、ラスベガスのご飯っていうか、基本ずっとマックとなんかサンドイッチを近くのスーパーであったんで、それひたすら食べてました、うん、なんか。<ー> <laughs> はい。 スベガスってなんだろうなもう行ったことないから全然イメージわかんないですけど。え、でもアメリカのなんかサンフランシスコ前行ったっておっしゃってましたよね。だからその時はどん,どん食べてましたなんか。サンフランシスコは別にご飯美味しかったですよ。あ、本当ですか、うん。まあでも、いろんな料理。はい。うん、あったんで、いろんなお店あったんで、普通に日本食もありましたし。あ<ー>中華もあったし。はい。なんか別に、あのー、そこの現地のものしかないとか、 全然そういう感じじゃなかったんで、いろいろ食ったんで。結構高めのやつ食べました。なんかた、た、高く、高いお金払えばきっと美味しいものもちょっと食べると思うんですよ。そうそう僕もあの、なんかその一緒に二人でこれ行ったんですけど、あの、後輩の人と、はい、あの、伊藤くんなんですけど、うん、あの、なんだっけな、そうステーキハウスみたいなところがあったんで、はいはい、せっかく、だから行こうみたいな感じで行ったんですけど、そこはやっぱ惜しかったんですよ。うん、でも結構、 6、7千円ぐらい、二人で、結構そこそこしちゃったんで、高いなって感じだったんですけど、まあ、高いお金払えばきっともうちも食べると思ったんですけど、<laughs> いや、それずっとはら、6、7 0 0円一食払うのはなって思っちゃったんで、 フランスですか、そっか。なかハワイもまあ行ったことあったんですけど、ハワイの方がやっぱ美味しかったですね。はい、ああ。<laughs> サンフランシスコよりハワイの方が美味しかった。やっぱハワイはもうリゾート地なんで。ああ<ー>。飯もほんとちゃんと作,作ってて。あと結構やっぱ日本人の観光客が多いからなんか日本人向けとかもかあるんですかねわかんないですけど。ええー。結局その、だいぶ前だからだ <laughs> ラスベガス行った時に、 一番美味しかったものん何ですかって言うと、その、ジャルの機内食だったんですよ、やっぱり。<laughs> いや、本当に美味しくて、あの、行くときも、なんか、なんだっけな、なんか、ナスとか、きゅうりとかなんか、お漬物みたいな、すごいおしゃれな、お漬物って言っても、すごいなんか、本当に美味しくて、 あとなんかモスバーガー出たりしちゃうんですよ。うんうん、なぜか。うんうん、飛行機のなんか飛行機モスみたいなやつで。なんかカップラーメン出るとかってとこもありますよね。あの、日清のカップヌードル出るとか,か。カップラーメンはなかったですね。なんか普通のそうなんだ。要するに。はい。あの、吉野家の牛丼とか。ああ<ー>、日清のカップラーメンみたいな。いわゆるジャンクフードみたいな。はいそういうのがなんか出たりするんで、ハンバーガーとか。全然出てもおかしくないと思いますね。そう、本当になんか、 日本食ってやっぱ美味しいんだなっていうふうに。とか、ジャレの機内食の方もきっと美味しいんですよね、うん、きっと。行きと帰りの時は一番テンション上がりましたね。美味しい美味しいって感じで <laughs> 食べてたんで。意外とね、機内食ってちゃんとし、しなんかしてるの出ますよね。そうですね。去年は、あの、VM ワールドで、あ、多分この、多分前の、 ポートキャストでも喋ったと思うんですけど、はい、ユナイテッド航空で行ったんですよ。うんうん、ユナイテッド航空も別に悪く言うつもなくて美味しかったんですけど、で、やっぱり JAL 美味しかったですね。<laughs> それらいでもやっぱり本当に。まあ日本の会社だから日本人向けにちょっとああ、それ,もあもれ,れはあるかもしれないですね。あはるかもしれないなるほど。いや、もうご飯は一番、飛行機の人が一番美味しかったですね。本当に。うん、サンフランシスコ行って、 ったのは僕は年年なんでもう5年前なんんでで前あ、そっか。サンフランシスコ行った時は、あの、メキシコも近かったんで、下の方行ったらすぐメキシコだし、はい、あの、なんだっけな、なんかリトルイタリアみたいなところなんかそういう、イタリアチックな街みたいなとこもあって、<ー>そこ行くと普通にイタリアより増えたんで、 そんな困ったいいですね、うん。なるほど。はい。そんな感じでしたね、デッョンは。はい。まあ、面白そうっすね。あ、あの、本当に。来年も行きますね、はい。来年は多分、あの、別の人というか、まず枠があればいいなって感じなんで。 はい。あの、会社のエンジニアのなんか支援みたいな制度を使って参加したんで、はいはい、ぜひその来年も期待ですみたいな感じのことは言ったんですけど。プライベートでいいんじゃないですか。プライベートで行くのは、ええー。300ドル使っちゃいますよ。まあそう300ドルなんでまあ、いいんじゃないですか。お前だったらいいんですけど。あで,<生>でもこれ多分ホテルと、 向こうの参加費だけなんで、交通費自分で出すよって感じだと思いますけどね。いや、で、交通費結構高いですよね。<laughs> それは当然。おぼ、お盆の時期なんで。<laughs> それは当然ですけどね。多分、いや、もう、20万とか多分飛行機代だけになっちゃうんで、でホテル代やったらもっと高くなっちゃうんで、結構な出費ですよこれはちょっとなんか。<laughs> あ、普通に結構はそのデ、デフコンメディアサーバーっていう、なんか、あの、公式サイトに行くと、あの、プレゼン内容とか、うん 意外と結構情報上がってたりしてるんですははなんで、それ見るだけでも全然いいと思いますし、うん、あとコミュニティとかさっき言ったビレッジっていうのも、あの、各サイトがあって、そこにアクセスしてみると意外とその資料とか、情報は載せえしてるんで、CTF も、はい、リンクあったりするんで、初来年は普通になんかデフコン、日本から参加しようかなみたいな感じで、うん、はい、思いました。どうなんですかこれもし予選通過しちゃった場合に、うん 要するに本土に行かなきゃダメ。あ、CTF のポリ、ね、みたいな。はい。ってなった時に、はい。キャンセルみたいにできるんですかね、はい、いや、ちょっと予選通過したけど、予選は行きたくないんで、みたいな,な、はい。結構そういうなんか承諾みたいなやつありますね。なんか最初に予選大会の時に、なんか参加するけれど本戦行きませんみたいな、<ー>なんかそういう同意書みたいなやつはありますね。ねでデフコンはどうだったかな,な,、ね、なんか、結構大会によっては、あの、渡航費出してくれるところもあったりするんで、<ー>ホテル代とかも、 確かトレンドマイクロはなんか出してくれるやつだと思いますね。デフコンはどうだったのうい,うのいいすね。はい。なるほど。まずデフコンだったら普通みんな参加すると思いますけどね <laughs>。まあね。て <laughs> か会社が多分出してくれると思いますね。あの、普通なくてもなんか、まず参加するだけですごいことだと思うんで。うん、コンテストには出なかったんですか実際に。なんその予選ですかうん。そうですね。予選は出てないですね。うん なるほどね、昔なんか、社会人二年目ぐらいなんかたんで、えっと何年前だろう。四年前ぐらいに、一回参加したことがあったんですけど、僕、簡単な問題一問しか解けなかったですね。うんまあ、もうそれで力つけました、なんか。ああいうのはね、なんかこう、参加して、なんか問題の傾向というか、ああいうコンテスト系の問題って、普通のアプリケーションを開発するような感じの、 コーディングの問題、問題というかんだろう。まあ、問題を解くのとアプリケーションを作るのってなんか違うんですよね。コーディングするにしても。そうですね。うん、なんかああいうのはね、問題解かないとなかなか多分解けるようにならないですよ。ああ<ー>。ちょっと違うと思います、経路が。そうですね、うん。仕事で書くような,なんだビジネスロジックみたいな感じとは全然違うんで。うん、うん。むしろいきなり全部解けたらすごいと思いますよ。<laughs> い,やいやいや。うん、ああいうのに特化したプログラマーになっちゃう気もしますけどね。 ああ。うん、まあでもそこまで分かっているたらきっとなんか普通に、なんだろう、仕事で作るものも結構できると思いますけどね。まあ基本的なのはね、もちろん最低限。気け高い人しかいないと思うんで。はい、うん。はい。フ、はい、コン、そんな感じですかリフコンはそんな感じですね。はい。あとじゃあちょっとだけ話しますか。すこれなんか普通にな何時ぐらいまでやればいいですか、ね、いやまあ何時でもいいっすよ。だいたいいつも、 一時間ちょいなんで、まあ大体もうちょっとって感じですかね。かはい。増税とキャッシュレス。あ、そうなんですよ。うん、身近な問題で、あの、ちょうどまだ9月なんで、まだ消費税が8%の時なんで、ちょっと飛びかけたんですけど、まあ、その10月からやっぱり増税があるじゃないですか。はい。で、いろいろそのなんか今スマホ決済っていうか、かキャッシュレスだとなんか還元されますよみたいなやつが経済産業省でも。はい やってますけど、なんか今すごい戦争状態になんか、なってるなっていうふうに思ってて、なんかその QR コードの決済もいっぱいありますし、あとフェリカの、普通今までスイカとかのモバイル決済もありますし、はい、あとなんかクレジットカードもなんか最近いろいろ参戦してきて、なんかもう、なんか決済業界がなんか戦争来てるなっていう、まあキャッシュバックとかいろいろやってますけど、はい。 っていうのもあって、あの、ちょうどあの増税前に、あの、新しくその CPU のが IMD の中ライゼンってやつが最近7月かなんかに3世代のやつが発売されたんで、はい、それ買いたいなっていうふうに思ってるんですけど、 例えば吉永さんがなんか増税前に買っておきたいとか買ったものとかもしあれば聞きたいなって話とか、まあそのキャッシュレスいろいろありますけど、なんかそこに思うこととかなんかあればぜひ聞きたいなと思って。キャッシュレスに関しては、このポッドキャストで結構話してるんですよ実は。ああ、なんかそんな気がしますねなんか、うん、はい。で、僕はもうある程度答えを出していて、おもうこれをこう使ってるっていうのをブログにも書いてるんですけど、はい。と、 基本的には、えっ、ー、と、還元率の高いものを使い回すのがベスト。はい。うん。ただ、そうするとポイントとか、えー、っと、いろんなとこにこう、なんだ、登録して、いろんなとこにチャージしてっていうので、分散しちゃうので、はいはい、そうですね。えー、各、えっ、ー、と、まあ、大きく分けると、今の日本のキャッシュレス大きく分けると、まあ、QR が最近ですけど、QR コードのやつと、はい、 さっき言った交通系 IC カードの NFC 系と、はい、あとはまあ、クレカに生えてるクイックペイとか NHK の決済、はい、あとはもう現金ぐらいかなと思ってて、うん、それを一個ずつどれか使っておけば、基本的には全部、高還元率の時、まあ、てかまあ、なんだろう、いろんなキャンペーンやってるじゃないですか。ありますね。そう。ではい、今は QR がいいけど、なんか次は、えっ、ー、と、な最近まあ、なんかスイ i とかパスも結構いっぱい、 はい。キャンペーンやってるんで。はいうん、そのタイミングを、一応全部その、よ、4パターンぐらい。で、1個持っとけば、全部網羅できそうなんで、僕は、えー、ちなみに QR は今は PayPay。はい、うんで。もちろん、あの、他のやつもあるんですけど、はい、基本は PayPay。うん。で、えー、交通系 IC は PASMO。はい、はい。で、えー、クレジットカード系は JCB の QuickPay。はい。で、え、あとは現金かな。はい。っていう感じです。なるほど。 じゃあ結構全、全パターン漏らして、一応キャンペーン美味しくもらおうっていう人なんですね。すはい、結構それ自体がまず、まず無理っていう人が結構いるじゃないですか。いいそもそもまず現金しか嫌だっていう人も大体多くて、はい、あ高齢者の方とか、はいで、あとその QR コードもなんか、はい、QR コードにまずすごい揉めてますよね、なんか。で、その中でもペイペイなんですね、吉野君。なんかですね。l i n e ペイとか D 払いとか、 メルペイとかいろいろあるじゃないですか。うん、あれは他は使わないんですかなんか。うん、ええー、いや、登録はしてるんですよ。はい。もちろん使える状況なんですけど。はい。うん。例えば、l i n e イの時に払った方が、はい。もちろん、例えばクーポンも一緒に使えるし、還元<あ>率もいいから、はい。えー、いい場合はもちろんあるんですよ、ペイペイでも、なんだろうな。 あんまりこう、さっき言った分散させたくないんですよ。<ー>できればペイペイ一1個にしたいと、はい、で、ペイペイがダメな時に、他の QR を使うんじゃなくて、さっき言った NFC か、えー、クイックペイとか。ああ、もうその中代表決めてるんですよ。QR はペイペイで、で、ペェディカとかの交通系のやつはもうパス持ってきてて。そう自分が持ってる、契約しているなんかメインの はい。やつの中で一番いいのをチョイスするって感じですね。なるほど。うん、僕ちゃんと全部なんかキャンペーン見てなんか分散しちゃってますね。<ー>なんか一番面倒くさいことしてます、ね。でも、そういうの好きな人もいるじゃないですか。あそうですね。僕好きな人ですね。だからそういうの好きな人は全然いいと思いますよ。うんうん、僕も登録はしてるけど、結局もんやらなくなっちゃいましたね。ああ。なんかもう気にないですよね。なんか本当にいろいろなキャンペーンをったりとかなんか。うん、あとはまあ、 そんなにまあ、えー、まあ、ちりつもの話だと思うんですよね、こういうのって。はい。多分頑張ってそういうふうに、うんと、交換現率を毎週探して、それをやってった方が、いいのはいいんですけどね。うん、そこにかかる手間と時間を、ああ、そうですね。とのトレードオフかなと思うんで、うん、自分はだからそこまでは追わないというか、うん、感じですかね。なんかあの、Google、 ペイって、いろいろその、その一つのアプリで、なんかクイックペイとかスイカとか、なんかポイントカードとかため、なんかまとめてるじゃないですか。はい、なんかああいうのの、なんかキャンペーンお得情報最、最適ロ,ロジックアプリがあれば一番いいですよ、<laughs> なんか <laughs>。とりあえず、それ起動していくと一番いいこのキャンペーンがこれだから、勝手になんか、LINE ペイとかペイペイが立ち上がって、入ってやれば、<laughs> すごいこれ、これ、ビジネスチャンスかもしれないな。もしかすると、これ、できると。うん、それは、ありかもしれないですね。でも、買うものが分かんないといけないんで、難しいですよね。なんか、その、事前になんか。うん、まあでも、キャンペーンの情報ってネットから引っ張れるじゃないですか。そうですね。だから、それを、例えば、さっき話した QRL、FayPay で、クイックペイで、とかって集めて、はい、今、現在、どれが一番関係率高いかっていうのを出すことは、多分、そんな難しくはないと思います<ー>その上で、 その支払い方法で起動するっていうのが結構大変すかな <laughs> そうですよね。アップルペイとか Google ペイって基本的にはクレーカーとかカード情報を入れるわけじゃないですか。だからバーチャルカードなんですよね。だからもともと手元に持ってるカードとかをただ登録するだけなんでいいんですけど、PayPay、うん、とか LINEPay の世界ってまた別の世界じゃないですか、あれは。そうですね、うん。だからそれを 一個の部分に集約するってなると、多分 Apple Pay とか Google Pay みたいな機能じゃないと実装できなさそうな気もするんですけどね。<ー>デバイスに紐づいたこういうの機能じゃないと。そうですね。ハードパーティーのアプリがそういうのできる。まあ、できなくはないと思うんですよね。認証さえしちゃえば。あま、でも、取れるんで。<laughs> API とか基本公開しないですよね、そんな。うん。チャミラ、p a y イとかはないですね、そういうのは。うん,うん。あの、 ヤフーのアカウントで認証するとログインできるとかっていうのが PayPay 側にはありますけど、うん、例えば、自分の作ったアプリに、えぇ、ー、ヤフー、あ、でもどうだったかなヤフーの OS とかを使ってヤフーアカウントにログインすればもしかしたら PayPay の情報が出てくるかもしれないですけど、うん、決済をするっていうのはできないかもしれないですね。うんうん、だから、まあ、発想としては確かに面白いですけど、<laughs> できたら、 高還元率で常に払い続けてくれる君みたいなのがあれば、嬉しいかもしれないですけど。まあねはいうん、まあ人間やるしかないですね,<ー>ね。そこはでもどうなんだろうな。できたら確かにすごいけど、<laughs> うんそもそも、もうなんだろう、種類が多いじゃないですか。そし例えば要するに、そうですね、高還元率が例えば、じゃあ今,今週 l i n e イです、今ラインペイですだったら、まず l i n e イのアカウントじゃあ登録しましょうみたいなところから始まるわけじゃないですか。すね、ない場合。 って考えると、やっぱりかなりユーザー側にも負担だし、ま、いろいろ考えることはありますけど、うん、辛いかなって気も確かにするから。うん、まだ嬉しいのは嬉しいですよね。なんかでも単純になんか、うん、その一番お得なやつはこういうやつっていうの出すだけでもなんか、十分な気がしますね、なんか。うんうん このキャンペーン情報を各社やってるから、これが一番。ます、まとめサイトみたいな感じになっちゃうますよ、ね。た、うん、それまとめサイトにあるから、ね、それはまとめサイト見れば OK かなって感じかな。そこから決済も自動的に、このアプリ起動しとけば、うん、選ばれるみたいなやつがあれば、うん、ベスト。ベストですね。うん、楽ですね。今、その自分がさっき言った決済方法も、やっぱりアプリが全部違うんで、それは確かにめんくさいんですよね。はいうん、どれで払おうかなってなった時に、こう、 そのアプリを立ち上げて、出してとか、うん、クイックペイの場合は、フェイス ID で認証してタッチする。あ、<は>え、一回なんかアップルってそれやらなくちゃいけないんですかなんか認証ってなんか。はい、ええー えっと、それも一応認証しなくていいのもあって、はい、例えばスイカとか登録できるんですけど、はい、スイカの場合に毎回認証してたらめんどくさい。そうですね。マ説の前こうここやってたらいい。<laughs> なんでみたいになりますよね。<laughs> 解説通る時とかにそんな毎回したらめんどくさいんで、えー、あのスイカとかはやんなくていいんですえ、それはなんかクイックペイは絶対フェイス、 印象しないとできないみたいな風に、なんかもう設定がなっている感じなんですかえっと。変えれたりできないんですか,なんかメインカードにして、えっ、ー、と、なんだっけな、エキスプレスカードみたいな機能があって、それを登録すると、はい、ええー、さらさ、こう、ひょっとやるだけで、決済できます。はい、メインにしてない時とかには、確か毎回やんなきゃダメだった気がするかな。<ー>ちなみに今僕は、あの、フィックペアも毎回やってます。 あ、そうなんですか毎、うん、回毎回やってます。ちょっと緊張しますね。レジ前ちゃんとなんか緊張しないとなんかアンドロイドだと逆にいいのかわかんないですけど、電源切れていてもとりあえずあのバッテリーさえあればできるんで、あの、これも僕初めてクイック部やったんですあの、JCB のキャンペーンがあったんで。あ、そうですそうです。そうですね。あの、1万円のキャッシュバックのやつ。うん、で、やってみたんですけど、普通に使えたんで、 でも逆に考えると、認証がないと、あイス勝手になんかスマホ取られちゃって、ピッてやれちゃいますもんね、なんか。危ないですよね。ちなみに JCB の20%還元って、ちょっと質問っていうか、僕分からなかったんですけど、あれって、確か2020年のなんか3月ぐらいまでやってるんですよね。あれ、12月だった気がします。確かねか、年内12月だった気がします。で、あれの確認方法ってあるんですか なんか、キャッシュバックされるしか書いてなかった気がしますね、うん、なんか,あれ確か。自分が知りたかったのは、今、いくら、そのキャッシュバック対象になってるのか。あはい。を知りたかったんですよ。はい。で、確かマックス1万円じゃないですか。そうですね。で、今、いくら還元されるのか分かんない状態で、支払い続けてて、あれもう1万超えてんじゃないかなと思ってて。え、それ普通になんかあの、この1万円ってことは20%なんで、えー、っと、5万円。5万円分、 クレジットカードで決済していれば、もう、上限に立っているので、判断するしかないんじゃないですか。いや、でも、クイックペイ経由じゃないとあれダメじゃないですか。あ、そうですね。アップルペイかグーグルペイを使った。他の決済もあるから分からないみたいな。あカードの名産見ただけじゃ分かんなくて、これはクイックペイですよみたいな。明細名産に出ればいいんですけど。あ、出ないなんですよ。なんか、どこどこ店利用みたいな。コンビニ利用みたいなやつしか出なくて、これは、 クイックペイですよっていうのが出ない。出ないですよ。あ、そうなんですね。あの、ちなみにそれは確認してるのは myjcb っていうあのサイト、はいはい、で確認してるんですけど。はいはいはい。で確認しす出なくて。へえ<ー>。うん。なんかもうそれ見てると、これ本当に還元対象なのかなっていうのすらちょっと心配になる。<笑><笑>それなんか、危ない罠ですね。なんかもう上限ってるのにずっと使ってたらもうすでに行ってましたとか。ね、え、ApplePay で利用した金額って出ないんですかなんか総額のなんかやつとかなんか。 それで、アップルペイ自体に。はい、れ見れる。あれは、えっ、ー、と、見れるのもあるんですけど、はい、GCB カードの場合は、もう m y j c b で見てねって飛ばされちゃいます。あ、そうなんですかじゃあなんかアプリで、この決済をどこに使ったやつしか見れないですね。へー。買うのによるんですよね。出るやつは出るんですよ。交通 KIC とか多分出るんですけど。はい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 。 僕の使ってる JCB カードのクイックペイは出ないです。それやばいっすね。なんか別でなんか別勝負じゃないですか。なんかちゃんと記録しとかないとわかんないですね。そうなんですよ。すよええー。ちょっとそこだけ悩んでて確認方法あんのかなと思ったんですけど、<ー>やっぱないのか自分なんかもこのクイックペイのやつしか使わないと思ってやってるんで、全然ピッてやってますけど。ああ。でもうじゃあ、そのカードはもう基本的にはクイックペイ経由だから、カードのメーサーは全部クイッー他のなんか、あの、引き落としとか何もないんで。なるほど。はい。 へえ。クレジットカード何枚持ってんですかあ、でも結構持ってますね。なんか。5枚、6枚ぐらい。いや、もっと持ってますね。もっとそれを全部使い分けてる感じですか休眠もありますけど、<laughs> 使い分けてますね。それは、なんだ、じゃあ、例えばさっきみたいなクイックペイ専用とか、はい、ええー、なんだ、えー、家の、例えば食費専用とか、 高熱専用みたいな感じで分けてるんですかいやちょっとアプリにただ紐づいてるのがなんか違う。サイトとか。例えば、アマゾンで買い物するときは、アマゾンの。ああ、そういう感じですね。専用カード。ショッピングモール系のなんかやつとか、あったりとか <laughs>。それはじゃああれかさっき言った交換限率にしたいから、専用のカードをちゃんと申し込んで、それを登録してるって感じですよね。あ、そうですね。はい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 。僕それ嫌いなんですよ。ああ、まあそうですよね。<laughs> そこは。そうだと思います、ね、完全にベンダーロックになっちゃうんで。<laughs> ベンダーロック。<laughs> はい。あ、じゃあメインカードがあって、他になんだろう、例えば、家族用かわかんないですけど、まあ、ちょっとあってみたいな感じです、ね。いや、もうそのカード1枚だけです。家族でもそれ全部共有です。あ、1枚だけなんですか、はい。で、そこのポイントを何十取りするような仕組みにしてるって感じですね。あえ、じゃあ JCB、これ、はい、あの、 キャンペーンってこれカードごとに1枚ですけど、複数だった方がお得ですよカードごとっすよ。あれはでも、えっ、ー、と、クイックペイを使えるのが僕しかいないんで、はい、家族の中で。なるほど。うん、他に、あ、他になんか使えることがないからみたいな。<laughs> そうそ、はい、<ー>枚でやってるなるほど、はい。もちろんそれ僕がいる時にクイックペイで支払えるとかあったら僕は払います。はい。い関係受けれるんで。え、じゃあ今回の、 あの、キャンペーンをきっかけになんかもう一枚作って、それだけクイックペイでやるっていうのは考えたりはしないんですかわ、うん、かんないいいかなそこまでして別にカード増やす必要もないかな、みたいな、うん。それよりも管理コストの方がめんどくさいかなって感じーカードって、そんなめんどくさくはないと思うんですけど。はい、ね。なんか紛失したりとか。そうですね。なんか明細、<や>なんかいきなりなんか不正になんかやったら怖いですもんね。<laughs> あと、まあ、更新も自動的にされるんでいいんですけど、はい、気づかないうちに、実はこれ年会費かかってるカードで、あありますね。よくあるのは、年間10万円払えば年会費無料とか、あはい。もあるんで、はい、それは、その、今までずっとその金額を超えてたから、年会費が取られてなかっただけで、急にこうカードを使わなくなった時に、なんかた、<laughs> 来るんですよ。はい。あーっていうの、あれこれなんで年会費取られてるんだろうっていうのを見たら、はい。使わなくなってて、 その上限、上限というか、クリアしてなくて、年会費が発生してたんで、みたいなのがあって、なんかそういうのが前にあったんで、そういういらないものを使ってないと全部回復したんですよ。でも今は基本的に一1枚だけ。でも年間、年間費無料のやつあるじゃないですか。ありますありますあります。それをもう一年持つっていう選択肢はないんですかあの、それもやってたんですけど、それは還元率悪いんですよ。 年会費無料のやつって。<ー>やっぱある程度ゴールドカードとかにしないと。はいはいはい。還元率良くなくて、結果的に、年会費払って、っていうか、まあ年会費払うか、えその年間のノルマ達成して払い続ける方が、還元率含めといいんすよ、やっぱり。っていうのがあって、もう、やってないっすね、なるほど。って感じなんですよ。クレカはほんと1枚っすね。<laughs> ちなみに、にあの、クイックペイとかで、なんか、増税前に買ったものとかなんか。あ、買ったもの。今んとこはないっすね。大きい買い物はないっす。なんか家庭とか買ったりしないんですかなんか。あのー、テレビじゃないっすけど、なんか。増税は関係ないっすけど、プライムデー、今年のプライムデーの時に。あ,あ、ありましたね。ただまあ、あれはまあ、7月だった。 だいぶこの前じゃなくて、7月、うんあ。この間の増税前のキャンペーンですよね。あ,あ、そうですね。CM やってました、なんか。確かプライム関係ないんですよ、確か。ああ、そうなんです、ねうん。みんな対象のやつで。うん、で見たんですけど、あれも全然そんなにすごい安くなってるかもなかった、うん、ああ、なんかちょっとセールだけ直っていうだけ的な。だから買わなかったし、まあ、一応ちょっと大きな買い物だと、iPhone XR、はい、と炊飯器は買ったんですけど、 それはでも増税だからっていう理由じゃなくて、単純にもう壊れちゃったから、買い直しただけなんで、増税前に例えば、なんか買い込みするみたいな。はい。品の買い込みとかはしないです。はい、ああ。なるほどですね。うん、10R ってこの前やつじゃなくて、去年のやつ、ね、そうです、去年のやつ。あの、もう iPhone がもうダメになっちゃったんで、9月のイベント、この間のイベントの時に、ま、いろいろ出たじゃないですか。あはい。うん まあ出るのはある程度分かってたんですけど、まあちょっと我慢できなくて。<laughs> まあでも、ない時間ができちゃうと良くないですからねえ。ちなみに新しいやつが欲しいなって思いました。なんか3つカメラがあるやつ。あ、いる分ですか、はい、まあいいと思いますけどね。あの、僕の場合は買ったばっかだったんでなんともなかったですけど、ちょ、中古、中古っていうかあの、下取り出せるんで、 下取り出して新しいの買えば、ある程度安く買えるんで、はい、まあそれもワンチャンありかなと思いましたけどね。まあでもカメラ、基本的にはカメラがメインなんで、うん、そんなにそのカメラの機能をいっぱい使う人間じゃないんで、うんうん、って考えるとまあ、点あるでもそんな変わんないですよ、ね。うんうん、だからまあいいかなって感じです。アクルカーとかの話か。ーーあ、はい。はい なんか、増税前に買ったんですか大きな買い物じゃ。あ、なんで、これから、あの、新しいパソコンを買おうと思って。なる,なるほど、なるほど。はい、あの、ライゼンとか CPU とか、パーツを自作をしようかなって思ってます。なるほど。デスクトップがすごい古かったんで。まあ、はい。買い替えてみたいな。全部1からすかフルで。1>, 1からっていうか、まあ、あのじ、自作で普通になんか。パーツだけ交換するとかじゃなくて。あ、そうですね。なんか、マザーボードとか、 全部ハードディスクとか、まあ、ハードディスクじゃないですけど、SS3 ですけど、あの、PC ケース買っちゃったんで、もう、新しくもう一個作ろうかなっていう感じで。ケースだけ先に買っちゃったケース。そうです、<laughs> ですはい。<laughs> とりあえずケース買っとくって結構、自分、そういう結構ありますね、なんか。とりあえず側だけ買うみたいな。中身まず考えないでみたいな、はい。 僕は昔は作ってましたけども、最近 Mac しか使わなくなったんで、<ー> Mac の自作はもういろいろ大変なんで、なんかありますね。なんか互換性の動向とかいろいろなんか、発禁投資でしたっけなか、うん、懐かしいっすね。今もうどうなのかもわかんないっす発禁都確かに。<laughs> そうなんですよ。あれでも軽減税率はないんですか電子部品みたいなやつは。ああ<ー>。完全10%なんですかね。 いや、どう考えてもないんじゃないですか、ね、ないのか。あれってなんか食品とかのがそういうやつですよね。レストランとかで、店内で食べるか、持ち帰りにするか、みたいな。今この DX の時代だからパソコン軽減税率か,かけましょうっていう感じはなんないと思いますけどね。<laughs> プログラミング業界やってるから、まずみんなやるからみたいな感じでは、ないんじゃないですかね。まあ電子部品、うん、電子パーツ自体結構値段が下がってるじゃないですか。 ああ、うん、そうですね。だからまあ、10%にしてもってとこはあるかなと思う、ねうんで。うん。なるほど。そんな感じですか。だいぶ話しましたね、結構。はい、<laughs> はい。そんな感じかなと思います。じゃ以上で。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。